2014年5月までに整理死会で足が発見された場所整理死会における人間の足の発見は2007年8月20日以降カナダとアメリカの国境にあたる整理死会で身元、死因が不明な人間の足が他の部位を伴わない形で相次いで発見されている未解決事件である2017年12月のカナダの検視官の発言によれば足は 犯罪ではなく、自殺や事故で死亡した人間に由来するものであり、通常の腐敗の過程で遺体から分離したものだという。足がスニーカーを履いた状態で発見されることが多く、前述の検視官は、スニーカーが水の中で浮きやすいおかげで岸に流れ着きやすく、また、スニーカーが腐敗から保護してくれるおかげで、比較的に腐敗が進んでいない状態で発見され、安くなると考えている。 最近の足が発見される事例よりも一世紀以上前にも足が発見されたことがあり、1887年にバンクーバーの浜辺でブーツを履いた足が発見された事例がある。ブリティッシュコロンビア州の海岸で足が発見される事例は2007年8月のものが最初ではない。1887年にバンクーバーで発見された事例があり。 この事例から足が発見された場所がレッグイン、ブートスクエアと呼ばれるようになった。1914年7月30日、バンクーバーさんという新聞でサーモン川の川口近くの浜辺で長靴を履いた足が発見されたと報じられている。前年の夏に川で溺れた男性のものと考えられている。2008年7月、バンクーバー警察によって行われた DNA 鑑定により始めて一本の足の持ち主が判明したと報じられた。うつ状態にあった男性でおそらく自殺を遂げていた。2008年6月にバンクーバー島のキャンベルリバーに近いタイ,イスピッドで発見された足は白骨化した動物の足に靴下と靴を履かせ乾いた海藻の中に入れた偽物だった。王立カナダキワ警察は これを無神経で卑劣ないたずら行為であるとして犯人の捜査に乗り出した。2011年8月31日に11本目の足が見つかって以降、ブリティッシュコロンビア州のオークビーチにはランニングシューズを履いた足が複数打ち上げられているが、警察は全て動物の肉だとしている。一連の発見は足以外の遺体が見つかっていないことを考えると、驚嘆すべき。 説明不能に近い事件と言われてきた。これまで考えられてきた説明は、ボートの水難事故や飛行機の海への墜落などによる死者の足であるというものである。一説には、その墜落とは2005年のクアドラ島近海で起こった事故で発見されてきたのはこの時に亡くなった男性4人の足である。とはいえ彼らの遺体は見つかってこそいないものの、 ッ立ュ海岸で発見された足には女性のものもあることが裏付けられている。犯罪性を指摘する声もあるが最初の4本の足に道具を使用した後は見られなかった。可能性として遺体は重りをつけて海に行きされたが足は腐敗によって取れてしまったということは考えられる。足の身元を特定することは容易ではない。なぜなら 海流によって浮遊物は長距離を移動しうるし、特にジョージア海峡の流れは予測が難しいからである。足は1000マイルもの距離を漂流してきたかもしれないのである。とはいえ、成立主海沿岸にはカナダでは、バンクーバーやリッチモンド、ビクトリア、アメリカではシアトル、タコマ、オリンピアといった多くの人口を抱える都市が複数存在している。 戦術の都市で最も遠いバンクーバーオリンピア間の直線距離は約 250km である直線距離なので陸地については勘案していない。当然陸地は漂流できないので実際の移動距離は増える。このため事件、事故、自殺のいずれにせよこれらの都市付近から潮の流れによって発見場所へと運ばれた住民や関係者のものである可能性が高いと見る方が、 自然だと言える。また、人間の足は死老化する傾向にあるため、法医学では手がかりを見つけるのが困難である。最適化した条件であれば、人間の体は水の中で30年以上も損傷を受けることはない。つまり足は何年でも浮かんでいられるということである。またこれらの足が2004年のスマトラ沖地震による津波で亡くなった人々のものであるという説もある。 リッチモンドを拠点にする作家のシェン・ランバートがこの説を取っている。というのも遺体が履いていた靴の多くが2004年あるいはそれ以前に製造・販売されたものであるという事実があるからである。ランバートも認めるように靴に関しては異なったりあるいは対立する情報もある。しかし彼は靴の製造年だけでなく海流についても根拠にしており2004年の津波が 到達した地域から流れが最終的には太平洋を北へと向かう傾向があることを指摘している。ただし、一本の足については、鬱状態の末に自殺したとされる男性のものと確認され、二本の足が端から、等身自殺をした女性のものという裏付けがなされている。足首は比較的脆弱な部位なため、腐敗によって足が体から分離するということはありうるし、 風や靴に入り込んだ空気の浮力によって足が漂流していくことは説明できる。サイモン・フレーザー大学のホイコン中学者、ゲール・アンダーソンは、水中で体が腐敗し手足などの死死や頭が分離してしまうことはよくあるが、浮かび上がることは稀であると証言している。いずれに聖和紙が発見されて、遺体の別の箇所は見つからないというのは異常だと考えられている。 二本目の足が見つかるというのは、百万倍のオーツを、かつに等しく、従って、異様とも評された。三本目の足が見つかったことで、初めてこれまでの発見は、互いに結びつけられた。四本目の発見により、人為的な干渉への推測さえ生まれ、ついに統計的にも、かいな出来事となったのである。五本目の足が見つかると、この出来事は、 国際的な注目を集め始めた。メルボルンのヘラルドさん、ガーディアン、南アフリカのケープタイムズなどから大きなニュースとして取り上げられ、このミステリーの真実について様々な憶測を読んだ。それはこの類の事件がそうであるように、一体の童貞を行った学者に、曰く病的な魅力を持っているからだった。ありがとうございます。